梅本英二は、日本の生理学者、生物学者、薬学者。静岡県立大学薬学部、大学院薬学研究院教授。専門は、免疫学、微生物学、博士。1999年3月京都大学理学部、卒業。2001年3月京都大学大学院生命、科学研究科修士課程修了。 2005年3月大阪大学大学院医学系研究科博士課程単位取得大学2006年博士論文の題はネプミューシン A ノベル HEV サイオロミューシンメディエッツエルセレクチンディペンデントリンフォサイトローリングプロモーツリンフォサイトアドヒージョンアウンダーフロー。大阪大学大学院医学系研究科の予防環境医学専攻特任研究員 医学専攻助教、准教授を歴任した。2020年4月1日、静岡県立大学薬学部大学院薬学研究院教授。薬科学科免疫微生物学分野、薬食生命科学総合学府免疫微生物学教室を受け持っている。専門は、生理学、生物学、薬学。特に免疫学、微生物学に関する研究に従事しており。 具体的には、粘膜組織における自然免疫系の機能の解析に取り組んだ。また、免疫細胞に対して作用する代謝分子と、その受容体の機能の解明に取り組んだ。さらに、腸内細菌や食物が免疫系に対して及ぼす影響の解析に取り組んだ。その他、病原性微生物に対する感染防御機構の解明に取り組んだ。ありがとうございます。